高いとなって、その状態を保っています。少しいいお天気の中、ラジオ第1弾、登場を迎えます。さあ、ゲート入りは順調に行われて、これから12番のエルプでした。最後は18番ナミウです。今ゆっくりとゲートへと向かって小山武史収まります。さあ第82回桜花賞ゲートイン完了、スタートしました。サークルオブライフが上がっていって、外は18番ナミウルです。その後ろですが17番トラブリューテ、コース10番のライラック、最後方24番プレスアージュリフト。3、4コーナー中間じわりじわりとバグが固まってきて、4コーナーへと向かっていきます。あと600の行式を通過、先頭は2番アブリ